803、釣り禁止も気になりますが、暖冬で生まれる鈴木が減って、産卵期に量で何トンも取ってたら、簡単に釣れなくなり、釣り人が減ってしまうと危惧しています。釣り人も少子高齢化のようになっていくのでしょうか。はい、まあなってますね。もうなっちゃってる。だいぶなっちゃってると思います。今、やっぱ自分もね、あの小学生の子供がいるんで、 釣釣らせたいいななと思っててハゼ釣りに連れていくじゃないですか、えーまあ、昔ほど昔はもうハゼハゼなんて言ってたら失礼なんですけどもうどこだっていくらでも釣れたのに今はちょっと場所間違えると全然当たらなかったりしてあの本当にあの東京でも難しい釣りになってるんだなあの昔に比べればねなってるなって思いますで それは鈴木も一緒で大野行きと話すと大野行きは鈴木は減ってるとは思ってないって言ってたけどでもやっぱ自分が漁師さんと話したりえ各その長くやってるね20年30年のチャーターの元ートの船長に言うとまあ全員がめちゃくちゃ減ったっていうんでやっぱああて毎日海出てる人たちのまあその年間取ってる数字で分かる範囲ですよね確実に減ってるんで。 まあそこは危惧はしてます。で、やっぱ少子高齢化のようになってくるんだと思います。もうこれ日本社会がそうなってるんだからしょうがないしね。うん。でも頭が痛いってことではなくて、もうそういうものと受け入れて、はい。あの、楽しくやっていくだけですかね。スタワンさん、シーバスを増やすために釣り人ができることを岡さんが意識してることありますか 増やすためのことは、まあ、あの、一インフルエンサーとして、漁師さんと話し合いをしたり、いろいろやってますが、まあ、とりあえず減らさないことですよね。で、もう川の鈴木が、川の鈴木が大事だと思ってて、要は川の鈴木はもう97%ぐらいメスなんですねで。これは研究してる先生がいるんで、大分の、 大野川でね、取られたデータですけど、まあ、全国的に間違いなく、ほとんどメスなんです。で、オスは、正直産卵の場所に集まるオスが半分になったって、そんなに、その次の年生まれる鈴木の量、生後の量は変わんないんですけど、やっぱりメス一匹殺すと、何十万という治療が生まれないで死んでしまうっていうですね。そういうことを分かって、だから本当に と秋のカーセン釣りももう本当に徹底的に釣ってもいいけど、絶対殺さないようにレディースするスタイルとか、アメリカぐらいだったら多分金魚になっちゃうんですよね。それぐらい守っていくと爆発的に増えるんで、その1ヶ月間金魚でもそれ以外の季節でバカバカ釣れるってなるんで、そういうふうになっていったらいいかなと思いますね。 だから、売り坊さんのね、産卵期の芝生を乱獲してる漁師をどうにかしてほしいですっていう。これも難しいんですよ。だから、それを船橋の漁師さんと話した時があるんですけど、まあ、船橋の漁師さんはね、ちょっとやっぱり産卵期になると抑えるんですよね。その漁師さんは取るのを控えてました。だけど、結局、同じ漁港の人が取ってたり、それこそ船橋漁協で、じゃあやめようってなっても、普通漁港、漁協が取っちゃうとか、 神奈川の八景が取っちゃうからってことで、結局だから取るしかないみたいな感じなんで、要は、東京、千葉、埼玉が話し合わせて、同じように取る量を決めるとか、診療しないといけないですよね。東京の鈴木の場合ね。産卵期集まってきて、あの、検査協議あたり、まあ、毎年変わるんですけど、大きな潮目ができたところに集まってくるんですけど、まあ、そこをね、底引きで取っちゃうのが結構、 でかいんですよね。あと巻き網が。だからそこをね、えー、どうにかしたいなってなっても、まあ、千葉、神奈川で睨み合いっていうか、どっちかが我慢してもってなるんで、話し合いができればいいんですけど、ね、なんか釣り人が言う前に、自分たちもね、それで飯食えなくて困ってんだから話し合いよって話なんですけどね。なんでかそんなならないですよね。